something that is admirable even at his age. Very open about his feelings and thoughts to people around him, even at the first acquaintance. And that makes him interesting. まあ、ヨシと話してたり普段プライベートで話してるんですけど、やっぱしカメラが回ってない時は普通のやっぱ少年ですよね。でもやっぱしカメラ、例えば携帯のスマホだったりとか写真撮った時のやっぱし彼のモデルの顔だったりとかはすごくやっぱしすごいなと個人的には思います。キャンバスに自分の現代アートとかを描くのが好きかな。あれはね、なんか現代アートにすごい興味があって、場所がなかったからあれをキャンバスとして描いてたかなって感じ。一番初めに買った洋服は、あの住所にある GBM っていうお店で、あのマリリン・マンソンのピンクの T シャツを買いましたね。マンソン、マリリン・マンソン。なんか知らなかったんだけど、店長が勧めてくれて。最初、レディース店がありまして、その時に、ヨシのお母さんがよく来ていただいてたので、その時に、GBM のこのメンズ店の方にヨシが遊びに来てくれてたので、まあ、そこで仲良くなりました。GBM の古着屋さんで、まあ、自分買い物してて通ってたら、なんかすげえ子供がいるって言われて、へえそうなんだって言ってたら、まあ、来てくれて、でそこで知り合って話してたら仲良くなって、でうちの店に来るようになった。何歳、ファッションに目覚めたのは小6の後半、6年生の後半ぐらいで、小学校ね。流れは、ホワイト あのバージル あの東京の青山店がオープニングセレモニーの時に、俺はバビロンってブランドとコラボしてるっていうだけの、ただ見るためにだけに行って、ただデザイナーがいるっていうのは知らなくて、で俺は腰に巻いてキュベルトを首につけて、あそのアイデア面白いねってなって、あの公式のオフホワイトのインスタグラムとかに上げてもらってがボーンって強くて、そっから有名になりました。エルムトラングの撮影はなんか急にインスタグラムから来て、お仕事がね。でやっぱニューヨークっていうのもあって、英語だったからずっとちょっと最初は大丈夫かなって思ってたんだけど、That was like busy day but so fun。 すごい仲良くなったし、すごいいい人だったしって感じ。We're currently shooting an Anarchy video. He's a big famous rapper right now in Tokyo. やっぱここまで来れた理由は、あの俺だけじゃなくて、やっぱり知り合いの支えだったりとか、あの仕事をくれた方々だったりとか。お母さんは最初そのやっぱ仕事とかをするにつれ、まだ中学生だしすごい心配してたんだけど、最近はもう結構落ち着いてきて、そういう気持ちも。でけど、まあやっぱ周りのみんなは、うわそのファッション変だなとかとね、やっぱそれは自分がモデルをやってるし、もうモデルとかデザイナーズもそうだけど、まあ、それで稼いでるし、やっぱメイクマニーちゃんとしてるし、今はね全部自分でやってる。事務所も入ってないし、マネージャーもいないから、もうギャラ交渉も自分でするし。そうですね、あの吉住から相談があった時には、あの私もアドバイスをしますし、まあ、でも吉住がいろんなあのオファーをいただく時に、まあ、自分がやっぱりやりたいかそうでないかっていうことを、まず自分の意思で決めて。そうですね、吉住はあのファッションを通じた自己表現っていうのをすごくあのやりたいって言っているので。まあ、その夢が具体的な形になるように。で自分のコレクションは、まあ、まだそんな1ヶ月とかしかまだ時間経ってないから、大体15個から30個ぐらい作ろうかなって考えてて、見た感じではあのウォルター・バンなんちゃらかんちゃらっていうアントワープからっていう人がいて、あと幼児山本のそのすごい不思議なアントワープから出てきた、そういうポップな世界観と幼児山本のその例えば生地の落ち感だったりとか融合した、なんか
世にもおかしい、ちょっとなんかモードに着こなせるんだけど不思議だなっていう服を作りたくて。